久々にね、ホットショット2この間、解散されたばかりのねホットショット2と目がかけて、ガチ旧車のホットショット2の再販車を作ってね、買って、購入して作ったんですけどもったいないので傷入ってますね。オンロードで走るかもしれない。多分取っとく用でそのまま飾るには合わなくて、よくねホットショットよくこうこんなにくるくる曲げれますねってね、ホットショット機械の方からコメントいただくんですよね。これもアクセルコントロールでパワースライドさせて曲げてますんでね、グリップ上がるとね ここまで曲がんないとなると思います。ノーマルタイヤと走行するソーサーキットの低ミューなグリップ、あんまりタイヤがグリップ力を発揮しない、ね、低ミューな路面だからこそできるゲートというかね、まあ、パワーがあればねグリップするところでもできるんですけど、やっぱり今何ついてるのかな、高速を打った新しい銀管のスポーツのシールだけ、今のそのハイエンドとかね最新のマシンに比べると路面走破性とかねもう低いですし駆動効率も悪いんですけどね、ガチャガチャ音もね、結構好きな方おられるんですよ。そしてこれは左右の切れ方がちゃんと一緒にならない、タイヤのねとかバンプアウトしちゃうとかいろいろあるんでね、難しいのは難しいですよね。よく見せもらうと多分分かるんですよね、フロントがゴールはあんまりしないような感じがアウト、要するにロールしないということは車高がこう下がりきってないということでね、バンプアウトしにくいんで、他にも考えながら走る結構あるんですけど、まあ、満員の時にあまりロールさせないで3インパスク、その後はパワースライドでちょっとケースを滑らせて、こんな感じね、大げさにするとこんな感じ。使った。あの日かかりましたね。すると、その時はその逆にバンプアウトを使うというかね。ロールコントロール、ピッチングコントロールってしないとやっぱりいけない。車任せにしてるとやっぱり車の性能以上に走れませんのでね。まあ現実的な車性能の中で、限界を超えないように走るということなんで、限界を超えないで走ると、まあ、こんぐらいですね。今のグループ回った感じで。これはこんぐらいの円の大きさになってますね。やはり、まあ、車実車やり始めというかね、いろいろレーサーの人の話も、ね、聞いたりはしてますけどね、やり始めの時は限界超えちゃダメだって思って走ってる人も見てみたら、実車ね、でもタイヤのスキルオンがしてるせいでそれ限界超えてるんですよと、だから滑ってるからスキルオンするんですね、あれはどっかタイヤのトップがね、フルグリップして走ると全く曲がらないですね。どこのタイヤ4本あるどこのタイヤをグリップしてどこのタイヤをこうオーバーさせるかっていうのを考えながら走ると曲がる曲げることができる。勝負するよりも操作技術で操作した方が楽しいと思いますね。性能好きな人は
多分走らなくても満足できるんじゃないかな。体験もまあその一面あるんですけど、はいはい、動かさなくても性能が高いの車好きな人で見たら分かると思うんで、うん、逆に走りに対しては、自分のテクニックでね走ると楽しく走る練習してやるのもいいそうですね。で、これ実はプロポっていうのはね、いつもこの色のプロポ2台持ってて、もう一つ新しい最新型のね一番高いの持ってるんですけど、ね、これプロポ変えたばっかりなので、これ実はまっすぐ走ってません。意外にこう走ります、ね、いつもはねまっすぐ走るように、そして左右の切れ角を合わせてやるんですよ。今回全く何も調整しないで、初心者の人って結構うちのサーキット走りに来られた時まっすぐ走ってない車の方多いんですよ。なのでトリムっていうのがありますんで、映ってるかな、トリムっていうのがありますんで、これでこう調整する、で左右の切れ角も調整するっていう、こういうプロポだとできますんでね、そうやって走った方がいいんですけど、今回は操作技術の話をしたかったんでそのままやってます。先ほど見ていただいた通りね、路面っていうのはオフロードの場合はまっすぐ平らではない、平行ではないのでギャップもありますんで、それ見越して走るとトリムがちょっと狂ってても、狂ってるのを理解してれば、こんな感じで普通に走れます。ここなんか直線でね、ここ直線で走りましたけど、要するに左に少し切りながら走ってるんで、でオフロードを投稿するサーキットみたいな、こう荒れたオフロード、本当のオフロード、本当の意味でのオフロードっていう、サーキットでは多分、ステアリングまっすぐすることは少ないと思います。オンロードと違ってね、オンロードでもまあ、まっすぐそうですけどね、本当はね、よっぽど直線長いことがあってないから、ね、なのでこんな感じで、ちょっとこう左に切ったまま走る、それで調整する。それはできるのは一番最初初心者の時にトリムを合わせて、ちゃんと車がまっすぐ動く、ちゃんと曲がる、左右同じ角度で曲がるっていう車で、ものすごく練習した後にできる技術なので、ぜひ皆さんは走るの楽しみと思える方、ジャンプも回し切ったら左に飛び込んでくる、こんな感じで練習されると、さらに調査技術が上がって楽しく走る、車の性能を生かして走ることができる、ぜひやってみてください。ということで、今回はメインとサブどっちのチャンネルで上げるか分からなかったので、謎ですね、しかも大駅です。